ズスタイル TV。 それでは引き続き免疫学がご専門の熊澤先生にお話を伺っていきたいと思います。よろしくお願いします。先ほどその炎症についてのお話を伺って、炎症と免疫っていうお話を伺ったんですが、実際今先生のご専門というのは具体的にどういうことをされていますか？大学の時は細菌の表層の成分、糖がくっついた油なんですよ、糖脂質が体に作用して、でいろんな炎症反応を誘導するって、それをじゃあ抑制するようなものないかということで、例えばみかんの成分とか玉ねぎの成分をやってみると結構抑えるということが分かってきて、それでブドウの皮とかにも効果ありますよということなんですね。でさっき発がん剤を塗ったネズミには抗脂肪食を与えると 100% になるって言いましたけど、そういう抗脂肪食を与えるときにそのポリフェノールの一種のフラボノイド、玉ねぎに入っているペルセチン、あれを一緒に与えていくとそのやつが軽減するということも分かっているので、フラボノイドっていうのも自然界には7000種類もあるというので、イソフラボンなんてありますよね、ワインに入っているアントシアニン系もあるし、そういうお茶のカテキンもあるし、お茶はみんな飲んでるから、でお茶のカテキンはもう結構摂取していることになりますよね。それ以外では結構捨ててる部分があるので、丸ごと全部食ってしまえばそれは全部入るんだけど、美味しいとこだけ食うじゃないですか、と果汁だけ食べると。で例えば農水省の研究機関でやったので、みかんを1日3個だか4個食ってると骨粗しょう症に90%ならなかったっていうようなデータがあって、今それ特効かなんかになってますよね。バランス栄養食でいうとみかんは1個か2個とか言ってるんだけど、それと矛盾するわけですよね。でというのはバランス栄養食っていうのは果糖というのは果物の糖を摘取しているわけだけど、フラボノイドとかあとカルテノイドについては無視するっていう形で、今そのみかんの成分で言えばその骨粗しょう症の場合だとベータクリプトキサンチンという成分が非常に効果的ですよ。でそういうのを取ればいいんじゃないかということになります。そういう意味ではね。あとフラボノイドっていうんではヘスペリジンというのも成分が入っているので、ヘスペリジンも効果あるんじゃないかということになりますよね。で我々も慢性炎症に効果があるんだったらばリウマチモデルでやったら効くんじゃないかということで、それで柑橘類としてヘスペリジンっていうのをやったことあるんですよね。みかんの皮ですよね。で中の白いのがあります。あれがそのものです。あれを全部食っちゃえばそのベータクリプトキサンチンとかベータカロテンとかいうカロテノイドとそれからフラボノイドも食べられるわけですけど、で、みかん、温州みかんが一番バランスよくいろんなものが入ってるんですけど、とりあえずそのヘスペリジンに焦点を合わせると、ヘスペリジンをリウマチ患者に久留米大のリウマチセンターで飲んでもらって、同時試験では結構リウマチモデルに効いてたので、で糖をくっついて水に溶けるような形にしたものを飲んでもらった時に、こんなジュースを飲んで効果があるのかということだったんですけど、QOL がすごく改善したということ でジュースを飲んでも効くわけなので、もうちょっとそれを改善する形で、例えばみかんの皮だけをうまく摂取すれば、そこにはあまり果物と果糖が入ってないわけなので、有効成分だけは取れることができると思うんですよね。結構果物がやはり甘い果糖を取ると太るんじゃないかとか、やっぱりそういうふうに気にしている人も中にやっぱりいらっしゃると思う。現実にその栄養学っていうか、果糖を取りすぎると太るからっていうんで、肝臓に蓄積されるからっていうんでペケになってますよね。だけど関東だとそのまま吸収されてしまうけど、多糖が興奮しなったもの、菊芋のイヌリンなんかを取れば、上では大腸まで行って初めて果糖になって腸内細菌の栄養になるわけですから、果糖だけの話ではない。今はそれちょっとエスペリジンに戻りますけど、エスペリジンをそれを与えるとリウマチの症状が発症そのものは抑制しないんだけど、リウマチの症状が改善したということですけど、もう一つはね、血液でいうとCRP って炎症のマーカーありますよね、あれも改善してる。でだから
ジュースを飲んで改善するっていう、はい、でよく最近その今の抗 TNF-α 抗体でやるとリウマチが劇的に良くなるわけじゃないですか。でだけどある感覚で注射していかなきゃいけないわけですよね、高いし、はい、その間の時にそういう柑橘類のようなものを飲んでればそれを少しずつ緩和することはできると思うんで、それ単独でこう良くしようということじゃなくて少し弱くするっていうような形で使えばそんなに高いものじゃないしいいんじゃないかなって気がしますよね。今こう世の中に、まあ、お薬って言われるものとかサプリメントって言われるものとかいろいろあると思うんですけど、やっぱり一番基本になるのは食生活で、そのいわゆる明らか食品って言われる野菜とか果物から栄養素を取るっていうのが、まあ、私はやっぱそれを目指したいなって思ってるんですよね。まあ、だけどなかなか昔と比べて日本人の野菜とか果物の摂取量はすごく減っているんですよね。で逆にアメリカは増えてる。で悪いところを真似していいところを、まあ、捨ててるっていうとおかしいんですけど、だから逆にアメリカの典型的なハンバーガーにフライドポテトにコーラって飲んでるともうメタボ食じゃないですか。だからメタボに行っちゃうんだけど、そういう時にみかんの皮なんかを飲めば多少そこにブレーキがかかると思うんですよね。で今玉ねぎとみかん言いましたけど、まあ、バランスよく入ってるのはブドウの皮と種も入ってるわけですよね。ただまあそれはあんまり商品化されてないっていうのはね問題点だけど、でもそういうことをこう知っておくだけでも違いますよね、うん、食べ物をこう選んだりお食事に追加したりしていくってい う, こ う, う、ね、毎日のことだからですね、うん、だから少しずつブレーキをかけるっていうのがいいと思うんですね。結局その免疫を維持してアンチエイジングだったり予防していくっていう健康で い続けるっていう時には全体のバランスっていうのも大事だってことですよね。まあ、老化っていうのはやっぱりあちこち体のあちこちで起こっている炎症が積み重なって、まあ、その症状として出てくるので、そういうものを自然にある、まあ、皮の成分みたいなものを食べることでその炎症を少しずつ抑制するだけでも随分症状としては改善してくると思いますよね。ぜひ先生の今日のお話を参考に食生活の改善とか、まあ、アンチエイジングっていうキーワードも含めて、まあ、毎日のですね日頃 の, 生活習慣を見直したいなと思ってます。はい、今日はありがとうございました。また教えてください。ありがとうございます。チアーズスタイル TV チャンネル登録よろしくお願いします。